はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓座の秋野さんですね。パート205ですね。やっていきたいと思うんですけども、67時間来ましたね。もう太鼓さんなんかもうぶっ込めちゃってますね。もう少々ねお付き合いください。もうじきで多分終わるはずですよこれね。さあやっていきましょうね。どうしよう、店に行って何かできるかな。あ、そうだそうだ、人いないんでしたよ。あ、いる、いっぱいいるわ。じゃあね、一括伝達かな、金策優先で。で、稲さんは、相変わらず勧誘していただきましょうかね。もうなんかね、そうだね、あと大久保さん、あなたもいいんだけど、あなたも勧誘してもらおうかな。あ、付け届けもした方がいいのかな。小山田さん、小山田さんかな。能力は高いんですよね。能力とか数値かな。数値の方が高いんですよね。スキルがあんまりなんですけど。付け届け、いるかな、まあ、一応言っとくか。で、さとみさん。あ、あなたも付け届けだね。岩成さんにね。で、下間さん。ああ、下間さんいいんだよね。下間さんスタメンだったっけ。あと、神保さんね。ただ、彗星のごとく入ってきた人いましたよね。彗星のごとくじゃないか、別に。ね、すごく使えると。隅の倉さん。隅の倉さんは置いといて。あ、そうだわ。下間さん、残念ながら。下間さんは、勧誘にしようかな。で、そうですね。あと、西川さん。西川さんも勧誘しましょうかね。足利さん、無理なんだけどね、きっとね。孫四郎さん、置いときましょう。で、久兵衛さん。久兵衛さんは、付け届けにしときましょうか。で、あと、あれでしたよね。誰だっけ、真田さん、この方ですよね。もう笑っちゃうぐらいすごい人がいるんで。酒井さんも悪くなかったと思うんですけどね。もう悪くないんですけどね。うん、全然悪くない。あとはちょっと人物情報、いや違ったね、人物情報見てもダメなんだよね。誰か、あとご病気の方はね、お休みしていただきましょう。あとなんかすごかった人いたかな。朝倉さんは違ったね。この人もう完全に、あの、部の人だね。岡さんとかどうだったっけ。あー、こんなもんか。岡部さんもこんなもんか。この人なんて読むんだろう。読めない。わからない。というわけで、吉村さん。あの頭のでっかい人ね。あの角がすごい人ね。まあこんなわけでいいでしょう。ですね。あ、昇進だ。あ、真田さんね。どんどん昇進して、あなたは。はい。あとね、ちょっとね、チェックしてる。あ、すごい。ここらの街、もう100万貫いってる。まあでも今お金そんなに大重要じゃないからね。特産品もいいね。ちょっと私ね、チェックしててびっくりしたことあるんですけど、上越、新潟とかあっちの方がね、外れたっていうか、承認つか勢力変わっちゃったのかな。承認つかさんの座が、あ、よかったよかった。あ、いや、ダメダメダメ、ほら、あれ、なんで、あ、ここ元から支店がなかったのか。あれ、しまったね。じゃあ仕方がないですね。いける？あ、認められてませんね。認められてません。ここ支店がないんですね。あら、はいはいはい、あ、支店ないけど行けるのかな。お、行けるのね。あ、支店ないけど行けるの。え、支店なかったよね。もう一回確認しよう、後で。
ちなみにですね、今日はね、もう9時ぐらいです。夜の21時を超えてますね。残業とかやることちょっと残っててね。それをね、やってる傍らやってます。ちょっとね、テンション高いんでね、お許しくださいね。学校建設。学校建設してみますか。はい、様々な。文庫創設、政務、地方、霊法。霊法の優れた方ね。あ、それこそあれだったかな。あ、そうだね。霊法私だね。もう完全私だわ。で、地方魅力、霊法、弁舌。地方魅力、霊法、弁舌。弁舌、真田さんね。能力は？そうか、難しいな。魅力三術、弁舌、これはまあそうだね。これは三術弁舌だったら孫四郎さん、いや、これ門倉さんじゃないわ、墨之倉さんだね。政務、魅力、霊法。うわ、こらきついわ、こら全部きついわ。政務、魅力、霊法。霊法ね、みんな霊法ほとんどいるのね。政務、魅力、これまずったね。政務、魅力、うわー、これは負けたかもしんない。はい、今持ってる書物を建設中の文庫に、いいですよ。新文庫に書籍を寄付しました。何やったんだろう。とんでもない価値あるやつやったらかなんな。まあいっか。5000巻ね。はい、で作業はね、10日だけしましょうか。和漢蔵書、はいはい。18万巻ね。20万巻いかなくなっちゃったね。1月か。56万1706巻。結構な額。納入されましたか。すごい金ですね。足利支店は結構ですよ。で、織田家をはじめとする3万巻。すごい利益ですね。さて、出ていきましょうね。で、情報ですね。勢力、店舗、地図は見れないのね。勢力図か。ね、かろうじてあるんだわ、敦賀の町が。じゃあ取られたのかな。いや、私ここ取ってるような気になってたんでね。じゃあですね、忍者さん、忍びですね。どっち、違うのかな、これ違う忍びかな。どうしよう、ちょっと遠いよね、ここ遠いよね。こっちにしましょう。ここは音に聞こえし、親知らず子知らずでしたっけ。はい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 。これは初めてですね。初めての、これは牽制と、牽制と呼ばれるということでね。外交しましょうね。1万で。はい。妨害を依頼ね。伊藤屋。はい。はい、どうぞどうぞ。入ってください。失敗しちゃった。うわ、この人ダメだわ。これは無理だな。さあ、帰還しましょうか。入らずに、ここで体力ですね。薬で、特効薬にしましょうか。さあ、公式上げる方法を教えてもらいましょう。文庫創設じゃない、書籍を集めて新文庫に寄付するのじゃ。どうやって書籍を集めるのじゃ。書籍は商家で購入できるぞいと。三次財弁財の技能が高ければ取引を有利に進められるじゃろうな。また和漢蔵書があればこの催しもより成功に近づくじゃろう。そうそう、価値5以上の書物はさすがに新文庫に収めることができるので注意が必要で。よかった。よかったよかった。
ユニークなんでね、5を超えるとね、しもぞぼんごに寄付すると、後の功績も高まるじゃろうって、いや、もう、じゃあしてますね。じゃあ作業に励みましょうか。今回は厳しいね。ああ、追いかけられてるね。あれ、行ったよ。マジで。あらら、いやいや、それには謝る。見事な発展ぶりだな、あっちゃん。むしろが最も良い働きだった。あ、これはこれ、音のまだまだ彼のところまで足を引っ張りたまえ、あららら、ということでね。これだけの成果を上げられたのなら、承認つかずに任命せざるを得な、ははは、あ、そっか、ノムリンがここを制圧したのかもしれないね。北陸の承認つかずに任命せず、今後も励むが良いと。あ、では、わしはこれでさらばじゃ、ということでね。あ、いけましたね。あ、住所さんちょっと2000切っちゃいましたけど、あ、でも真田さんいいな、もう惚れそうだわ本当に。あ、しまった、せっかくなんで商いしていきましょうか。売却、あ、伊予三十貫、伊予三十貫か、でもまあ、あ、三十貫だといいのか、あれ伊予でも40貫ぐらいで売れたような気がするんだけど、違ったかな、あれ鉛15貫ね、鉛買っていきましょう、重いけど。で、他が買うもんないんですよね。だもんで、販路引ける。あ、引ける。引けちゃう。引けちゃうんで、ここらの町なんかだとおっしゃるとどうだろう。あ、すごい。もうお願いします。決定、村上水軍さんでね。あ、もうこれじゃさすがに無理ね。じゃあですね、民家、特にめぼしい方はいませんと。さあ、じゃあテロテロ寄って帰りましょうかね。ああ、会津の町、あ、会津の町って本拠地だっけ、ちょっと直江釣りましょうか。レーザーで売りましょう。金丸29巻ですね。で、紫24巻ですね。あ、500持ってたんだわ。はい、で、購入ですね。あ、漆はいいですね。7巻だったら安いんじゃないでしょうか。で、青蘇。青蘇も安いね。安いから買っとうか。で、こんなもんかな。民家。あ、これは商家がいますね。あ、じゃあやっちゃおっか。ね、もうこういう人は贈り物で。わからないんですけども、財宝でいいでしょう。ね、別個財布の方って喜ぶんじゃないでしょうか。ね。というわけで、ああ、もうね、バッチしね。じゃあ人物の噂を聞きまして、はい、南蛮トライを好むと。南蛮トライと。チャーキア、うん、屏風ですね。チャーキア屏風の芸術品を好みます。じゃああなたは口きなさいと。はい、ありがとうございます。じゃあこの人ね、贈り物、南蛮トライが好きということで、南蛮トライだったらもうオールゴールでいっちゃいましょう。で、あ、これ来るでしょう。はい。で、お次ですね。贈り物、南蛮トライね。チェンバロー、チェンバローでどう？あ、1.5 か、まあ来るでしょう。ね、来ましたね。で、あら、まだいますよね。贈り物、うわ、本当にあれだね、芸術品。じゃあ茶器でいいんじゃない？ね、茶器で丹波茶壺でいきましょう。ね、で、どう？うん、1.5 ね。じゃあ、引き抜きましょう。なんかでも、すごい。すごい、どうなんだろう、この顔は。微妙だけど。あ、来ましたね。まあ、部下になってくれたんで、あまり悪いこと言わないでおきましょう。な、部品購入ね。あ、いやいや、待ってね。あ、ここで買ったのかな？はい、朝鮮唐津。朝鮮唐津もいっぱい買っていこうか。はい。で、あとね、あー、茶碗ばっかりかな？茶碗ばっかりだね。あ、これ、茶入れね。箸姫。はい、もうこれもドカッと。あ、来たぞ、これ。来たかもしんない。あ、来てないわ。あのね、私やっててね、ちょっと思ったのが、
普通はこういう並び方してるでしょ。でなんかね、買っていくとね、1から並び変わるんですよね。でそうなった時にはなんか価値の高いのが出てたりするんで、ちょっと期待したんですけど、ダメでした。ダメでしたけど、まあ、こんなもんかな。というわけで、じゃあ、せっかくね、部下の方いただきましたんで、お茶していきましょう。では、お次ですね。さあ、じゃあ、こちら行きましょうかね。はい。これ、拠点だったかな？あ、半蔵さんね。おお、旦那様、ここでお目にかかるとは、急でございますな。商人なんですよね。もう、半蔵さんもね。一発のね。そういうことになりますんで。じゃあ、さよならと。で、勢力図見てみましょうか。あ、これで染まりましたね。あと、ここ取ったので、あ、そうだ。そうだ、そうだ、こんなことしてる場合じゃない。営業しに行かないといけないですね。漆18巻で売っときましょう。9巻で買ってますもんね。で、青蘇は8巻安いね。青蘇11巻ぐらいで出してくれたはずなんで。天倉。で、あとなんだろう。あ、ないね。納豆4巻。納豆3巻ぐらいでね、入れば安いかなっていう気するんですけど。まあでも行きましょうか。歯の引けないですね。もう皆さん帰ってきてるかな。あ、ビードルね、ビードル覚えてますよ。ね、はい、締め終わられた方。あ、勧誘成功してる。すごいね。はい。じゃあ一回出ましょうか。いやいや、その前に金庫からね、出金を、店のお金から。はい。で、一度出ましょう。で、あとあれで、あ、ちょっと時間よくなりましたね。だもんでこの辺で終わっておきたいと思いますね。太閤様、金城さん、パート205、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。